オフサイドを知ると試合で活躍する確率が劇的に上がるパパ編。こんにちは。サッカー上達コンサルタントの方です。本日はオフサイドを知ると試合で活躍する確率が劇的に上がるパパ編です。オフサイドはサッカーの歴史を紐解くと最も画期的なルールだったと言われています。サッカーは最初、ボール保持者よりも前に出すパスは全て禁止されていますか？これは何か他の競技と似ていますね。そう、ラグビーです。もともとフットボールはサッカーとラグビーが同じでした。パスが前に行かないと相手のディフェンスはとても守りやすく、すぐに捕まえることができます。そのため攻撃のスピードが遅れてしまいます。するとどうなるか、見ている人が面白いと感じなくなります。なのでパスは前方 OK にしました。ただし全て OK にしてしまうと、フォワードが最初から相手ゴールキーパーの前に行ってボールを待つ形を取ります。すると距離感が間延びしてしまい、これもまたスピード感に欠ける試合展開になってしまいます。なので攻撃側選手がゴールキーパーを除く一番後ろにいる選手、かっこ守備側の最終ラインよりゴールラインに近い位置にいる。ただしゴールキーパーが味方選手より前に位置するときにはこの言い換えは成り立たないとしました。つまり分かりにくいので写真で説明します。このようにオフサイドラインがあり、それよりこの赤い線がオフサイドラインで、その後ろに攻撃の選手がいます。この人はオフサイドです。この人のところにボールが入ったらオフサイドになりますよというルールですね。お察しの言い方は分かると思います。サッカーは常にスピードを追求する競技なんです。観客視点に立ちルールを変更しています。サッカーは年々プレースピードが上がっています。これはデータでも現れています。ただしここで勘違いしてはいけないのは、単純に素走りを速めるということではないということです。 1. 判断スピード、 2. コントロールスピード、正確にプレーすることで無駄な時間を省略します。キックスピードと様々な方法があります。オフサイドが変わるとき、トレンドが変わるときです。覚えておいてください。メルマガ毎日配信中、ぜひご登録ください。サッカー上達コンサルタント山本剛でした。